はい、皆さんこんにちは、吉田のゆまさです。いつも YouTube、Facebook、メブロン、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。特にですね、Facebook 本当にですね、毎日ですね、メッセージ、コメントね、いいねくれる方、本当にね、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしたいと思います。はい。で、あとですね、もうほとんどですね、実は YouTube のコメント見てません。全く見てないです。はい。でですね、パーソナルメッセージくれた方はね、もちろん、返信させていただいてますし、パーソナルメッセージで、リクエストね、くださる方、ありがとうございます。リクエストね、できるだけ、対応させていただきたいと思います。はい。なかなかちょっとね、時間がなくてね、できない部分もございますけれどもね。で、あとですね、本当にあまり見ないんですけども、私がですね、本当にたまたまですね、視聴者の方、お会いしてですね、いろいろいただいてるんですよね。いただいたもの、それが、嘘じゃないかっていうね、ことをね、おっしゃってる方がいるんですけども、なんでそう思うのかわかんないですけど、本当ですね。はい。いただいてますね。それを、なんか、嘘までつくね、理由も全くないんですけどもね、せっかくね、くださってる方にですね、申し訳ないなっていうことがあったんでね、思ったんで、ちょっと今ね、コメントさせていただきました。はい。そういうことで、じゃあ行きましょう。今日ご紹介するのはこちらですね、抜針。はい、ポテトチップスの、これですね、さっぱりネギおろし味ということでございます。なんかうまそうですね。これは、逆に濃厚とか、濃厚とかね、バター味とかですね、もう大好きなんですけども、それとは違ってちょっとね、さっぱり系ですね。これもちょっとうまそうな気がいたします。こちらが119円、セブンイレブンさんで購入させていただきました。はい。緑色。ネギ色って言うんでしょうかね。なんともね。あげてみて。ほとんど香りがない。なんかポン酢の香りしますね。はい。量はこんな感じ。さあ、携帯はポテトチップスそのものでございますね。はい。じゃあ、いただいてみたいと思います。すごいね。どこのメーカーこれ。山吉製菓さん。はい、すいませんね。山吉製菓さんね、すごいね。もうね、なんだろうね。もう再現力通り越してもなんかね、芸術的というかね、もう素晴らしいですね。うまいな、これ。ほんのりね、ピリ辛なんですよね。で、辛いの苦手なんですけど、このぐらいの味がちょっと入ってるっていう、この繊細さの技術。うまい。これはね、研究し尽くされたんでしょうね、きっと。味を濃くするとか、甘くするっていうのは簡単だと思うんですけど、この繊細な味を出すっていうのはすごくね、難しいんじゃないかなっていうふうに、素人ながらに思いますね。うん。うまい。これね、久々ぜひ食べてほしい。うん。私が言ってることがね、わかるのかなと思いますね。うん、食べていただければ。はい。はい、ということでありがとうございました。これは、ぜひ、食べてみてください。はい。ということで、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのは、山吉製菓さんのですね、さっぱりネギおろし味のポテトチップスポン酢が効いているよ、ということでございました。ありがとうございました。